はい、皆さん、こんにちは。玉木う郎です、えー。いつも玉木チャンネルご覧いただきありがとうございます。さて、今日はですね、時々聞かれるようになりました、このロックダウン法制、日本でも導入可能なのかどうか、このことについて話をしたいと思います。玉木チャンネル実は、去年、この特措法の改正をしようという時に、真っ先にですね、このロックダウン法制について議論しようと会見で言ったのは、 私だったと思います外出規制に対して違反した場合には、何らかのです、ね、罰則が伴う、あるいは強制的に施設の利用を制限できる、その代わり100%休業保障がついてくると、こういったい、ねまあ、わばロいわばウ段法案というようなものを整備する必要があるのではないかと。 私はですね、日本でも、まあ、いわゆるロックダウン法制を導入、検討してはどうかということを記者会見でも申し上げたんですが、まあ、なかなか馴染まないと。まあ、今あの、菅総理も、えー、加藤官房長官もワークには馴染まないっていう話をしていますが、は、ま、な、あ、から否定してこう対策をしないのがいつもこうゴテゴテになってますからあの、あらゆることを想定して議論は私、やっとくべきじゃないかなというふうに思うんですね。 で、このロックダウン音声、まあ、いろんなことが言われます、まあ。国によっても中身も違いますが、日本でこれから議論していく際に必要なポイントは2つあると思うんですね。ちょっと特措法を復習しますとね、北風政策と対応政策があって、まあ、ロックダウンという時に多分、この北風政策的なところをどうするかということが大きなポイントになるんですが、この施設の利用とか、この業務については、まあ、例えばあの、お店、飲食店は、 8時までですよとか7時までですよって制限をかけて。で、今までは要請指示だったのが命令罰則が加わったので、ここはビヨーンと伸びたというのがこれまでの改正。ただ、今までの議論で抜けているのがですね、この個人の住民に対してですね、外出しないでくださいよとか、あの、夜間は出ないでくださいよとか、どこそこ人が集まると行かないでくださいよ、旅行しないでくださいよ。これ全部要請だけなんですね。 で、まず、いわゆる日本でロックダウン法制ということを議論するんであれば、この事業者や施設に対して求めているような命令罰則をですね、個人に対しても課すようにしていくかどうかっていうのが一つの論点です。個人の移動とか移転の自由を制限するので、まあ憲法上も相当ですね、あの議論が必要になってくる論点だと思います。ただ私は憲法上の、例えば22条にあるですね、経済活動の自由とか、 移動の自由とかこういったところが規定されているものは公共の福祉に反しない限りっていう制限が入っているので、まあ、ここでギリギリ読めるのかなと現行憲法の中でもできるんじゃないのかなというふうに思いますからむしろこの個人住民に対しての行動規制について、まあ、命令罰則をどのようにかけていくのかかけられるのかという議論をまず一つやることがポイントだと思いますで二つ目はですねこれはこういったことを仮にやったときに やっぱりこの法的根拠に基づくきちんとした保障ですね。事業者、そして新たに個人に対して命令罰則を入れるんであれば、えー、両方に対してやっぱこの保障ということをきちんと法律にかけるかどうかです。で、今でさえですね、まともに払うものを払ってない、あるいは払うにしても極めて遅いでしょで、そういう中でなんかロックダウン法制をどうこうって言ってるのは、ちょっとやるべきことをやってないのに、それを誤魔すために他になんか争点を 論点だからまずはやっぱきちんと今払うべきものを払いなさいと。で、さらに個人に対して移動制限を命令罰則付きで入れるんであれば、個人に対しても何らかのですね、保障を法的根拠に基づいてきちんと創設するということは、まあ少なくとも必要だろうなと思いますね。ですから、いずれにしてもこういう論点、あの、 与党の中からでもですね、政調会長がやったらいいと言ってるんだったら、じゃあもう、今すぐ国会開いて議論しましょうよ。ャンネルちなみに我々はもう、去年の早い段階からですね、こういったまあ、個人に対しての規制も含めて、やっぱ議論してきちんと、やっぱり考えておくことは必要なんじゃないのかと、まあ、提案していたわけで、まあ、ある意味我々の提案は、本当に政策先導型だったなと思いますので、 これからの議論もしっかりと先導していきたいなと思っております。えー、今日も、えー、玉まチャンネル、えー、お聞きをいただきましてありがとうございます。それでは、えー、玉まチャンネル登録お願いします。